この植物を、見つけ出して、まあ、これ10年以上前にこれをちょっと調査させてもらったんだけど、10年ぶりに来ました。この場所は青森県の東海岸の方のしっかり、しつかりっていうところですけども、そこに生えてる、アシタバじゃないんですよね、実はね。これよくアシタバに似てるんだけど、その小さい時はこの葉っぱがテカテカしてもっと丸いんですよ。でだんだん成長していくと分かれてくるだろうと。で、これが本当にアシタバじゃないっていうことを、まあ、言い切るにはもうちょっと研究しなきゃいけないと思って、ここまで足を運んでみました。で、アシタバの話をちょっと戻って言うと、アシタバはよく似てるんだけど、これとちょっと違うのは、あの取った時の匂いが全然やっぱり違うので、揮発性成分だいぶ違うんじゃないかなと思うんですね。で、アシタバは、伊豆半島というか房総半島以西の南側に、西海岸から南にかけて分布しているものなんですけども、この青森県東北地方にはアシタバがないっていうふうに言われています。さて、本当にそうなのかなと思いまして、今回この葉っぱを、まあ、1、2枚持ち帰って、ゲノム解析をしてみようというのは今回の試みです。そうすると日本のそのアンゲリカあるいはヘラクレーム属っていうのがあってね、そういう、まあ、いわゆる陶器というものがどういうふうにこう日本の中でこう生育しているのかを知りたくて、これを解明するために来ました。で、おそらくこれがちゃんと、もしかしてアンゲリカでそのいわゆる陶器の仲間だったら、これすごい面白いので、私はこの植物の名前をしっかりトキちゃん、しっかりトウキ君というに名前をつけたいなと思って、なんとかこう、トライしてみたいと思ったんですね。で、山椒も最近新しい山椒というのが見つかってきてるので、あのこういう分類として新しい地方名、地方名というか、そういう地域のお名前をつけてもいいんじゃないかなと思った一品です。で、裏はこんな風に結構テカテカしてますよね。で、これ食べると美味しいです。で、まあ、通経というか血をきれいにするって言われて、まあ、薬用に関係ない人はあのいかがなものか分かりませんが、もともとこの先行くと海岸があるんですけど、そこは浜防府が群生してるんですね。そういった高級料理にもなるので、まあ、こういった意味でその陶器っていうのは非常に大切かなと思って、陶器があって、奥にあるのは、浜防府は防府通称さんといって、ダイエットの、薬で、お腹をしたらポチャポチャちょっと太り気味の人に飲むんですけど、こっちはどっちかというと血をきれいにするタイプだとは思っています。さあ、どうなることでしょう。でもちょっと私興味なんで1枚取って食べてみましょうかね。結構好きで、やっぱりアシタバとは違う、あのなんか独特の匂いがないです、ちょっと薬っぽいけど、こんな食べた人しか分かんないけど、こんな感じです。これは浜防風じゃない？そういっぱいあるね。すごいやっぱりなかなかないよね、こんなの。本当に、四国は少ないよね、こんなに。はい、これでいきます。
エゴマなんだけど、シソっぽいし、これ何かなと思って、実は食べてみたね、これ。うん、食べてみた。これ、実は、